やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。今日も裏方テレンス君がいますね。テレンス君よろしくお願いします。さあ裏の様子を見に行ってみましょうか。お、結構来てんだもん。なんかラブラブしてね。ちょっといつもと雰囲気すでに違うな。早速行きましょうか。はい、皆さんどうもこんにちは、こんばんは。スタミジャパンでございます。前から練っていた企画、お佐藤さんいらっしゃいという企画をやっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたしまーす。ということで、やっていきたいんですけれども、この企画自体はそもそも楽しみにしておりまして、なんでかっていうと、俺がこのゲームをやるきっかけになったっていうのは、お佐藤さんっていう文化あるらしいよっていうところから始まってんだよね。実はこれはやってる人たちにしかわからないから、 VR チャットマシュマロで募集してみようっていうラジオコンテンツから俺の VR チャットは始まりました。そしてまあ時は流れ、ついにお佐藤さんとはどういうものなのかが今日わかるというわけでございます。ということで今回は5組の方たちに私が選出させていただき来てくださいました。ここまで喋っといてなんなんですけど、お佐藤さんとは何たるかを知らない人にちょっと説明するんですけど、お佐藤さんとはVR チャットの中でお付き合いしてる方たちのことをお佐藤さんと言います。でまあ普通のゲームとは違って、 VR チャットコミュニケーションツールゲームでございます。まあその中でね、ゲーム性とかはあんまりないわけじゃん。どういう過程で付き合うところまで行ってんのかっていうのが結構不思議で、ちょっと聞いていきたいなと思っております。どうぞよろしく。それでは第1組目どうぞご入場ください。ようこそいらっしゃいました。どうも。まずご応募ありがとうございます。ありがとうございました。よろしくお願いします。というわけで、はい、各々のまずは、自己紹介からお願いしていいですか。VRC 伝統芸能振興会会長のアークと申します。よろしくお願いします。伝統芸能。ちょっとまずそこを詳しく聞いていい。これはちょっとおじさんはやめてやめてやめて、すいません、時間押すのでこれは。これを語り出すとめちゃめちゃ押しちゃう。はい、押します。簡略して教えてくれよ。おじさんと呼ばれるオブジェクトを、指定の回数回して高いところに登って落とした形の姿で点数を競い合うという、まあ、競技ですね。はい、伝統芸能になっております。はい、ちょっと待って意味が分かんない。立命館大学の、メタバースの授業に参加させていただいた立命館大学。なるほどですね、ありがとうございます。私、ミントちゃんアイドルグループのドリームミントに所属している星が見えると申します。お、よろしくお願いします。なるほど、アイドルさんだ。じゃあもう2人とも演者なんだ。演者、まあ、まあそうですね、活動をしております。はい、まあそうですね、はい。なんか師匠の方は活動に自信があるのに、エルさんの方はなんでその自信がないの。いやちょっと圧がすごくて、同じ部屋でやっているので、うん、声が入っちゃうんですよ。あ、そう、同じ部屋でやっている。はい、じゃあなんだろう、もう同棲してるっていうところまで聞いたから、お砂糖歴と言いますか、同棲するまでどれぐらいかかったかと、はい、今どれぐらいお砂糖なのかをちょっと聞きたいなっていう。同棲するまでは、同棲するまでは2ヶ月だね。2ヶ月ハイヤテンポ2ヶ月友達の期間が長かったとか。そうでもない。友達とかじゃないです、フレンドでもなかったんで。じゃあ同棲を始めてからどれぐらいですか。1年7ヶ月ですね。はい、もう1年7ヶ月だ。じゃあなんだろう、あった馴れ初めから聞いていいですか。もともと伝統芸能の会長というかね、師匠をやってて、はい、今169人ぐらい弟子がいるんですけど。169人もいるのかよ。スタミさんもね、よく知ってる方も弟子なんですよ。あ、そうなんだ。灰色の方の、え、宇宙の人。あいつ伝統芸能なの。あの人学んでますね。51番弟子のニックさんがいらっしゃるんですよね。はい、はいはい、そのまあ弟子がいっぱいいる中で、弟子の前では弱さを出せないというか、なんか重荷に感じてしまってとか正直あったんですよね。なるほど、なるほど。だからんで気づかれせずに接する人が欲しいなって思ってた時に、共通のフレンドの紹介で、うん、エル
ちゃんを紹介してもらったんですね。はい。で、話していくうちに、僕がこのおじさん回しという伝統芸能をやっていることについて、彼女は肯定的でもなければ否定的でもなく、ありのままを受け入れてくれたんですよね。あ、そう。なるほどね。はいはい。意味で興味ないです。はい、で、出会いはもうそこで人の紹介からで、はい、あ、この人、いいかもって思ったの。え？おい、言わせな、お前。千葉さんの印象なんだったっけ？おい、イチャつけな、お前ら。逆にアークさんはエルさんのどこをいいと思ったの？私のその、いろんな部分をね、ありのまま受け入れてくれる包容力というか、包容力言うの恥ずかしいな、これ本当に。さっき言ってくれた、その、いい意味で興味ないっていうところがすごい良かったですね。本当に一緒に出て、疲れない、楽しい人やなっていうのが。はい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 、はい。ちょっとずつ疲れていって、はい。ちょっと待ってな、俺マジ不思議なんだけど。同棲まで2ヶ月じゃん。はい。お砂糖になる前どんぐらいかかったの？1ヶ月以内ですね、多分ね。ああ。会ってから。ねえ、すぐもうそれで同棲して。はい、スピード感早すぎるだろ。そうですね。周りのフレンドとかにはかなり驚かれました、ね。そりゃそうだよ。どちらから告白をしたんですか？これはめっちゃ面白い。いいよ。楽しくて。いいよ。いいですよ。ちょっと聞かせてください。すごくね、最初お砂糖になりましょうって言った時が、ちょっと曖昧な感じだったんだよね。そう。あ、これ僕ですね。はい。あ、お砂糖になりましょうっていう告白をしました。ちゃんと、はっきりと言ってなかったから、やり直しを要求されて。そうなんです。公開してくれた共通のフレンドがですね、うん、に、そういう話をしてたら、ちゃんとはっきり言ってないよね。って言われて、ああ、確かにって、あ、じゃあやり直しですって言ったんで、うん、あ、じゃあやり直し申請をして、しっかりと。そうですね。わー。で、それでイエスしたんだ。うん、ああ、そうですね、はい。ちょっと甘酸っぱいな、かなり。かなり甘酸っぱいな。なるほどね、ありがとうございます。じゃあもうちょっと深掘りをしていきますよ。こちらがあります。はい、了解です。サイコロがありますので、こちらので、はい、目に沿った話題でちょっと話を進行していこうかなと思っております。はい。いきます。めっちゃ飛ぶやん。何て書いてんの？ごめんごめんね。めっちゃ走らしちゃった。はい。はい、お題は相手の好きなところでございます。はい。まあ、1年7ヶ月も経ってるとなかなか伝えることもなんか恥ずかしがってるところもあるんで、この際ちょっと伝えてもらいたいなっていうお互いね。ちょっとした失敗があって、うん、ちょっとへこんでたりした時にね、まあしょうがないよねっていうピリピリしてないところが好きです。はい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 。素晴らしい。次はエルさんどうぞ。私はですね、なんか常に私を笑わせようとしてくるところとか、うん、私の母がフィリピンで父が日本人の母なんですけど、なるほど、日本生まれ日本育ちなんですけど、やっぱり細かいところちょっと表にこう出したい感情はあるんですけど、うん、こう言語化できないときにですね、うん、的確にあ、心でも読めるっていう、ね、あー、それはでかいね。読み取ってくれるんだ。あ、そうかも、というのは、はい。うわ、それはちょっとキュンとするな。使ってます。あ、もうやるな。ありがとうございます。切れますね。ごめん、ちょっと、褒めると調子乗るんでやめていただいて。ということで、お互いの絆も確認できたということで、その絆は本当なのか、チェックするコーナーに行きたいと思います。ずるいって、トップバッターはそれ知らんぞ、それ。はい、ということで、二人の理解度チェックー。そんなあんの？あるですね。はい。壁を立ててください。はい。はい。で、はい、そちらにペンがありますよね。私が質問をしますので、エルさんがそのお題で思い浮かんだことっていうのを、そのままそこに書いちゃってください。で、1年と7ヶ月同棲してるっていう長い歴史がある2人だったら、エルさんがどういう回答をしてるかっていうのをアークさんは分かるはずなんですよ。なるほどね。はい。そういう企画ね。うん、はい。それでは、お題を発表いたします。
二人にとって一番思い出のあるワールドはどこですか？ご回答ください。はい。もうお互いにピンときてるところはある、ところはあると思います。アクさんもありますよね。感じが。いいですよ、ひらがなとか何でも。これ噛み合ってなかったらめちゃくちゃ恥ずかしいんで。いや、関係ないですよ。いや、もうここはもうね、二人は繋がってると思うんで、もう思い出話してみてください。あの、まあ、すごいあの、綺麗なね、花火が打ち上がったんですよね、そこではね。その写真、待ち受けにしてます、僕は。はい。二人で、あの、肩組んで、あの、背景が。あ、もうそこまでなんだ。はいはい、そこがお二人にとっての一番思い出のワールドだということですね。はい、ナイトプールのワールドが思い出深いですね。あ、ナイトプールなんですね。はい。オープンしてみましょうか。オープン。そっちか。あ、そっちか。あ、こっちだ。師匠の家の方だ。はい、正解です。え、確かにこっちも思い出なんですよ。思い出なんですよ。語っていいですか？師匠の家の。いやダメです。ダメです。ダメです。外したんです。あ、はい。はい。ダメ。エルさんのこと。いや、もう二択やったってもう。エルさんのことを、アークさんは理解していないということでいいですかね、はい、これで。あ、はい、そうしましょう。はい、大丈夫です。はい、じゃあ、あの、潔く負けを認めよう。潔く負けを認めようということで。ね、これ、この二人は写真はあるのかな？思い出の写真だったりを募集していまして。その思い出の写真をちょっと見ていきましょうか。はい。どうぞ。はい、これが僕のスマホの待ち受けのナイトプールの、はい。これ、ね、あ、これがナイトプールなんだ。しっかりと思い出を。お砂糖報告する際に、はい。すごい綺麗に写真撮れたのと、あと、多分、カメラの使い方を多分一番教えた時だと思います。あ、なるほどね。お互いに試行錯誤しながら、はい、僕がね、ずっと男の子アバターばっかり使ってて、うん、女の子のやつ使ってほしいということだったんで。やら、ちょっと可愛い思い出だなぁ。はい、はい、ということは、二人で遊ぶときっていうのは、なんか定番のデートスポットみたいのがあるんですか？なんかそこに連れて行ってもらって、はい、一組目終わりっていう感じにしたいんですけど。あ、OK です。わかりました。わかりました。はい。はい、あのさっきあのエルちゃんが書いてくれた師匠の家っていうことなんですけど、僕の家なんですね、ここね。はいはいはい、はい、あ、どうもいらっしゃいませ。もう完全自宅ですか、これは。僕今ここに立ってます。あ、そういうこと。え、私がここに座っている感じです、ゲーミングチェア。完全再現なんだ。だから僕はこうやってあのリアルに近づくとあのこういう声が入ってきますね。やめてください。こっち行きます。やめてください。こっち行きます。ちょっと愛のすぎるわ、これは。久々、今ここにあのお金あるんで拾ってください。はい、拾いました。で、椅子の下にも拾ってください。はい、拾いました。じゃあクローゼットの中にも拾ってください。あ、このなんかこうコイン。あ、拾いました。あるので、それの金額っていくらになってますか？どこで見るんだ？ああ、なんか5295円。うん、この人の、あの、私が家一緒に住んだ時1週間ぐらいかけて部屋を掃除して出てきた総額です。お金です。は？あの、すごい状態だったんです、最初ね。うん、あの一緒に住むってなった時に、うん、片付けた結果、部屋のあらゆるところから小銭たちが、ぐっちゃぐちゃで、小銭が出てきて、散乱してて、面白いです。なんか、っていうのを、ちょっとあの、100番弟子がいるんですけど、ああ、その子のところに、ちょっと半分愚痴ながら、あの、間取りをちょっと書きつつ、この家が出来上がり。おー、作ってくれたの？すげえ、なんか周りに恵まれてるのもあるな。それはもう、はい、否定はいいでした、日に恵まれて、はいはい。幸せに過ごしてください。ありがとうございます。ますはい、はい。今回はご参加ありがとうございました。はい、ぜひ、あの、おじさん回しに来てください。はい。わかりました。これはちょっと、虫歯になっちゃう！ガチで虫歯になる！甘すぎる！めっちゃ緊張してる。緊張しないで大丈夫ですよ。どうぞお座りください。自己紹介からお願いしてもよろしいでしょうか。4月から VR チャットやってます。芋サラダと言います。
よろしくお願いします。芋サラダさんですね。お願いします。同じく、7月から VR チャットを始めてました、姫神レイナと申します。よろしくお願いします。どちらも7月なんですね。ペアルックが。同じ服はもう5、6着ぐらい買ってるかな。同じの買ってます。すげえ。お二人のお砂糖歴だったりはちょっと聞いてもいいですかね。今月の7日から付き合ってるので、21日目になりますね。あ、じゃあもう、ほやほややん。そうなんです。ほやほやだ。どこでお会いしたんですか、お二人は。一番最初に会ったのは、なぎさ、うん、なぎさで会うじゃん。1対1のワールドで。もうその時点でいいなって思うの、はい、自分はもう最初は友達感覚だったんですね。渚でできたフレンドの一人みたいな。はい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 、はい、自分もでも同じでした。やっぱり共通の話題があって。ちょっと流れを聞いていいですか、もうこのまま。そうですね、ちょっと自分カンペがあるんで。あ、そう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 、カンペで。まあ、まず渚で会って、うん、まあ1時間ぐらい話してフレンドになって、はい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 、そっからしばらく、まあ、会ってなかったんですけど、うん、1週間後ぐらいにレイナの方から連絡があって、ちょくちょく遊ぶようになって、うん、正直その途中で、うん、まあ、レイナが自分のこと好きなのかなっていうのは思ってたんですけど。そうなのか、すげえ話を聞いてる今。そうなんだ。リアルでの恋愛経験ほぼなくて、うんしかも同性同士なんで、うん、すごい不安で、うん、ちょっとある日にレイナの方からこの VR 上でキスをされて、いきなり？お前思いっきりいいな。どういうシチュエーションだったの？はい、確かなんか自分らがゲームワールドで遊んでて、うん、他にも仲いいフレンドさんが何名か来て、はい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 、楽しく遊んでたんです、うん、でももうその頃には原田さんはちょっと違うなっていうのは思ってたんです。他のフレンドにはない魅力というかね、はい、彼の素晴らしさが見えて、招待来たから、うん、じゃあ今日は落ちようかってなった時に、うん、自分がすごい寂しくなっちゃって、はい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 、もういいやと思って、ちょっとでチュッてして、全然もうついていけなくて。ついていけなくて。そうだよね。まあ、それから、ちょっと、ちょくちょくするようになって、うん、そこら辺からもう、ちょっと待って、明らかに、ちょくちょくするようになって、意識するようになって、別れ際に。あ、別れ際にするようになって。あ、なんかもう、お約束になったんだ。このまま、こう、曖昧な感じで、じゃあの、うん、が、ちょっとモヤモヤするから、うん、お里になってくれないっす。あ、告白をしたのはサラダさんからなんだ。悪い人だね、レイナさん。悪い人だよ、あなたは。あなたから、チュッてしといて。確かにそうですよね。ちょっとテンション上がって。すみません。ちょっと、目の前にいた、俺。いつの間にか。テンション上がって。いやいやいや、はい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 。なるほどね。で、それが起きたのが21日前。不思議な気持ちになってます、私は今。幸せな気持ちに俺がなってる。ああ、よかった、でもそれなら。はい。でも俺は、ちょっとあれなんですよ。不穏なお話を聞きまして。はい、あ、そうですね。そうですよね。ちょっと僕から、お話をさせてもらうと、募集者の VR チャット ID と、お里相手の VR チャット2つ書く欄があって、みんなブワーって書いてたんですけど、見ていったら、片っぽしか書いてない欄があるんですよね。で、これ何なのかっていう話になった時に、ちょっと、別れていたって聞いたんですけど、そこの話聞いてもら、ね、聞かせてもらっていいですか？二人で過ごしてたんです、うん、で、その時に自分が好きな YouTuber がいて、うん、その人の動画を見てたんです、うん、ちょっと過激じゃないけど、ちょっと表現があんまりよろしくないというか、うん、なるほど。それをサラダさんがちょっと苦手かも、表現がみたいなって言われて、うん、で、自分が結構思い詰めちゃって、その動画を見た時にサラダさんと自分の貴重な時間を奪ってしまったんだって思っちゃって。あー、なるほど。で、その後に、まあ、うん、うん、あ、いいよ、あ、いいよ、あ、そう、あ、まあ、そうやね。
その後にしばらく距離取ろっかってレイナの方から言ってきて、うん、その頃はもう他のフレンドさんと喋ってるところを見てもモヤモヤするし、なんかちょっとでも1日2日でも離れるのをもう耐えられなかったから、だからそうだよな。でいろいろ招待したりとか、まあ、LINE 送ったりとかしても、まあ、ちょっと気持ちの整理がつかないっていうことで、もう応募の締め切り過ぎてたのかな、応募フォームに、まあ、ちょっとカッコ付けで2人の関係がちょっと危ないけどやり直せるならやり直したいですって書き加えたんですよ。うん、そうだそうだそうだ。この企画を利用するわけじゃないですけど、もしかしたらそれきっかけで戻ってきてくれるかなっていうので、まあ一か八かみたいな感じで書いて、まあでもなんとか話ができて、お互い仲直りできたからまた消してそのまま送ったみたいな感じ。あーなるほどね。応募フォームにたくさんね編集がされるんですよ、状況がね。応募フォームを見るとわかるんですよね。それはね付き合ってればあるよね。うん、まあね、付き合ってる中で離れてさ、サラダさんがその他の人と見る喋ってるのを見るとモヤモヤするっていう経験もでかいよな。本当に好きなんだな。はい、好きです。うん、ああもう離れたくないから。なあ、ちょっと待って、ちょっと待って、なあ。よかったです、話が聞けて。どんどんちょっとここから深掘っていこうと思います。じゃん。はい。おお。やばい、ちょっと待って、やばすぎる。うわー、よりによって。え、相手に勝つ。えよりによって、今じゃない、はい、これは相手今じゃない。今じゃなさすぎる。ちょっと今回は振り直させてくれ、サイコロ。あ、すいません。ありがとうございます。すいません。はい、それでは振り直させていただきます。お願いします。ほい。はい、相手に隠していたことを聞きたい。なるほど。いきます。ほい。ちゃんと緑いいな。はい、大炎投して。お、こちら相手のドキッとする仕草でございます。仕草か。じゃあレイナさんから言う。仕草なのかわからないんですけれども、自分よくホラーワールドに行くんです。へえ。で、サラダさんがまあホラーはすごく苦手ということで。ああ、でも来てくれるんだ。その時に、うん、あの焦って、え、レイナってマジトーンになるんですよ。それがいいんだ。ここに、あ、ドキッとしました。あー、そうなんだ。本当に本当にこの人やばい状況なんだな。なるほどね、っていうので。なるほどね、なるほどね、なるほどね。苦手だからこそ、うんうん、素が出る時に何に頼るかっていうのが、うん、レイナさんに頼ったっていうのがさ、そこにドキッとしたって話だよね。そうですね。うわー、はい、そうですね。自分も仕草かはあれなんですけど、レイナはこんな感じで話してますけど、うん、二人きりの時はちょっと甘えた感じの声になるっていうか。え、それがもうなんかめっちゃ可愛くて。うわあ、それはキュンとくるね。レイナさんのこの感じだもんね。キスするとき、うん、ちょっと息遣いが聞こえてきたりとかするんで。それも息遣いが聞こえてきて相手も緊張してんだなっていう。うわあ、すごいな。というわけで2回のチェック。じゃあサラダさん、こっち側来てください。はい、それでは壁ドン。おお。じゃあ2人で一番好きな衣装に着替えてもらえますか。お互いお揃いにするってなったら、はい、どの服で出かけますか。はいはいはい。あ、じゃあ決まりました。決まりましたか。じゃあ2人とも一回着替えてください。お、頼む、会っててくれ。壁、ドン。
取っ払ってください、ドン。わあすげえ立ってる。わあ、二人ともどうです、どうですか、これはなんか思い入れがあるというか何かストーリーが詰まってるアバターなんでしょうか。自分から初めてこのアバター可愛いよねって言って、よかったらお揃いにしないって言ってお揃いにしたものなんです。だから初めて一緒にやったやつだからかな。だから思い出の服だと思います。そこをしっかり合致したわけですね。おめでとうございます、はい、やったあ、はい、写真見てないわ。じゃあそれじゃあ写真いいかな、オープン。キスシャもあるし、ポコピーランドですよね。そうですね、はい、はい、僕も自分がめっちゃ好きなんで、これめっちゃいいよなありがとうございます。というわけでワールドお願いできますか。お、はい、知らねえの。わあ、はい、ようこそ。すげえ、めっちゃ綺麗じゃん。すげえ、ここにも実はお話があって、はい、行き違いがありあったって言ったじゃないですか。仲直りして一番最初に来たのはここなんです。あー、ここでね、いいワールドだ、エモワールドなんだね。マコさん、はい、いらっしゃい。2組目ご参加ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、いろいろ聞かせてくれてありがとう。お幸せに。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。はい、それではポテコさん組行こうかな。こんばんは。こんばんは。こんばんは。どうこそいらっしゃいました。ポテコと申します。お願いします。ポテコさんですね、お願いします。春巻きって言います、よろしくお願いします。春巻きさん、どうもお願いします。お砂糖歴からどれぐらいなのか聞いてもいいですか。1ヶ月ちょっとですね。あ、1ヶ月だ。言うてほやほや。はい、今一番楽しいんじゃない。これはすごく楽しいですねあれ、うん、楽しいよねどういうところで出会って。出会ったの、あのさっきのペアと被るんですけど、なぎさですね。うっ、なぎさだ。もう最初からさ、もうこの人話して楽しいなって延長すんの。いや、その時延長忘れてて、うん、私がフレンドを送って、ああ、その後から話し始めた感じですね。ポテコさんから送ったんだ。雰囲気もなんかいい感じだったんで、もうちょっと喋りたいなと思って先生しました。へ、うんうん、で春巻さんは来たなと思った。来たなって思いましたねそこからの流れはVR 横丁、ポピ横のまたなんか似てるところに春がいたんで、うん、春巻さんが元からそのワールドにいたからポテコさんとつったってこと。あ、そうです。この子、この人と話したいってめっちゃ思ってたんだ。喋りたかったですね。で、話していくうちに、話してって、なんか惚れられました。惚れられたの？そうですね。惚れられました。じゃあ告白したのは春巻さんなんだ。そうです。あら、ね、じゃあその渚で会ってから告白前どれぐらい時間があったんですか？1週間ないですね。お前すぐ惚れすぎだよ。うん惚れんの早すぎだろ。まあでも恋愛なんてそんなもんだよな、フィーリングだよ、理由ないから。うん、でそれを聞いて OK したの。なんか好きかもなみたいな雰囲気を出された時に、うん、私そんなにいい女じゃないからみたいな感じでちょっと断ってたんですよ。ああ、そうなんだ。告白をする前に雰囲気を醸し出してきたんだ。うん、はい、なんかあの分かりやすいんですよこの人。すごい、そんなにおすすめしないっては言ってたんですけど、うん、教え負けましたね。でそれでも春巻さんが告白してきたから
そうですね。押し、なんか、結構ポテコさん自我がちゃんとしてそうなのに、押し負けたぐらい。今俺そう見えないもん。いや、私はちょろいんで、結局。あ、そうなんだ。青沼駅さん、なんて告白したんですか？そうですね。もともと、こう、共通のフレンドに相談してて、伝えようか迷ってるんだけど、どうしたらいいですかみたいな言ってたんですけど、一番シンプルに言ったらいいんじゃないのっていう風に、こう、回答を出してもらって、お部屋系のワールドで、40分ぐらいチキった後に、お砂糖になってくださいっていう風に。それはもう40分来ると思ってた、いつ言うのかなと思って、ニヤニヤしながら待ってました。もう言われ待ちだったんだ。うん、頑張れ頑張れって言って。これさ、俺どこまで聞いていいかわからないんだけど、リアルで会おうみたいな思考はあるの？はい、ありますよ。まあ、あるんだ。ということは、今リアルで会ったことない？ないです。ないんだ。なんか俺的には結構、お砂糖っていうのはね、分かれてると思ってたから、リアルの生活と、VR チャットの中でのお砂糖って、はい、全く別物だと思ったから、それは別ではないんだ。リアルはそこまで干渉はしない感じになってるよね。あー、なるほどね。そうだね。わあ、そこの文化聞けるの嬉しいな。いや、どん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 話を深掘っていきますよ。相手の好きなところやっていこうと思います。好きになった瞬間はどこが好きか、まず聞こうな。好きになった瞬間、気になる気になる気になるの最初に渚で会った時に声可愛いって思ったんですよ。あ、もうその時からあったんだ。あ、でそのさっきも話してたけど、その後にこうジョインしてきてくれて、そんなん俺のこと好きじゃんみたいな。わあ、それはなるわ。でもそれはね、ちゃんとした時かも。男ってちょろいからな。可愛いと思ってた子がさあっちから来たらさ、好きになっちゃうよな。なっちゃうっす。なっちゃいます。なるよ。それではポテコさんから聞いていきましょうか。次、ちょっとね、この人のことを瞬間どういうところが好きになってお砂糖になってくださいを OK しましたかって話かな。瞬間はやっぱ雰囲気で。ダメダメダメ。雰囲気、どんな雰囲気が良かったな。まあ声も結構好きだったし、おとなしめの話し方をするので、あ、おっとりしてる。そこがなんかもうちょっと喋りたいかなって思ったポイントですかね。あ、なるほどね。興味があったんだこの人に、うん、照れすぎだよお前。ちょっとダメかもしれないです、はい、これ、はいはいはい、私の好きなところこれです。あー、これなんだ。もう前、ジョージこんな感じなの？これです。はい、こんな感じです。ジョージお前こんな感じなのか。はい、かわいいんです。いじりがいがあるな、はい。そうなんです。それでどうですか、荒牧さん。そこから1ヶ月経って、最近はちょっと求めてくれることが増えた気がするんで。ああ、ちょっと心開いてくれてるのかなっていうのが。どこら辺がポテコさんから甘えてくれるところが多くなったかなって感じるんだ。そうですね。それはそういう変化っておもろいよね。じゃあ逆になんか喧嘩っぽくなったことはあんの？あ、一回、うん、なんだっけ、あのホラーワールド。ホラーワールドで喧嘩しちゃったの？なんか私ホラー本当にダメで、うん、ホラーだと思わないで連れてかれたワールドがホラーのところで、ちょっと軽めの、うんうん、で、私が普通にちょっとキレてたんですよ。ああもうなんか口も聞かない感じで黙ってたら、ああ、後々なんか、半泣きになってて。で、逆に、あ、ごめんごめんみたいな感じになったことあります。はいはいはい。あれはきっとしたら楽しましたかったんだよな。そしたらブチ切れられてな、やってらんないよな、こっちの人はな。そう。やべ、やっちまったと思って。1ヶ月、いや、このカップルちょっと長く続いてほしいな。いい、なんかね、塩梅に見える俺は、2人の関係が。ああ、本当ですか。うん、いいデコボコ加減というかね。やった。
ということで、お二人にも写真の方を持ってきてもらいました。どうぞ。おお、おい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 、どうした大丈夫か。すいません、感動しました。これはいつ飲んだじゃねえや、いつ撮った写真ですか。昨日撮りました。あ、昨日なんだ。こんな感じでデートしたら大体写真撮るの。毎日なんか違うワールド行って撮ってますね。え、毎日いろんなワールド行ってんだ。てかこの写真もいいな。なんかこの子春巻きのねこの顔が似合ってるよ。お前はずっとこうしてな。次のコーナー行かせていただきます。一人の理解度チェック。これちょっと緊張感ね、はい、これなんか外したらちょっとまたブチ切れられるんで。これはもうでも今まで二人で行った中でお気に入りのワールドなんだけど、告白をしたワールド以外でお願いします。はいはい、おお。春巻さん、大丈夫ですか？で、思い浮かんでますか？思い浮かんでるかな？よっと、大丈夫か？ここすごい大切だぞ、1ヶ月経って。大きな分岐、外せない分岐点だとは思うぞ。書けましたかね？それでは、ポテコさん、自分と一回喋らないで、春巻さんが思い描いてるワールドの思い出話をしてもらっていいですか。では、どんな時に確か、お砂糖になる前だったのかな。もう前のワールドなる前に行ったところを書いてくれてると思うんですよ。はい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 。答えの方見てみましょうか。壁を取っ払ってください。ダン！冬のピンクの綺麗なところ。そう、冬の。合ってますか。これが言ってたのはここですね。すごい。付き合う前のワールドで合致するのすごいね。そんなに二人にとって超キーポイントだったんだ。そうかもしんない。初めて撮ったとこじゃない。ああ。うん、そうかもしんない。正解ということで相性バッチリ。素敵。いや、これあれだな、なぎさ混んじゃうな。混んじゃいますね。これなぎさ混むぜ。あー、ここだ。写真撮って、あ、なんか聖地に来たみたいな気分になるんだけど。スタジオで見た写真の現地に来るのちょっといいなてかこのワールドちょっと俺、いや、こんなこと言うのもあれだけどさ、いや、もう1ヶ月の人に言うのもあれだけど、すごいな、VR チャット。思い出が詰まるな。ありがとうございました。お幸せに過ごしてください。お、来ましたね。持ってんな、ネギ。ネギ持ってんな。よろしくお願いします。ネギとニラなの？ネギとニラ。どっちもネギじゃね？もうマジでわかんないんだけど。え、どっちもネギだよね。はい、ようこそいらっしゃいました。フロック KP です。フロック KP 乗ってるもんね。3D クリエイターをやらせてもらってます。ルシアと申します。3D クリエイター。3D アバターの販売をして作ったりしてます。なるほど。というわけで、お二人さん、この二人に関してはちょっと先行した理由っていうのがありまして、お砂糖歴なんですけど、はい、教えてもらっていいですか。歴は4年です。4年だよね。4年です。なっが4年ってなるとどっからここ迷うな。まあ、じゃあ最初からいこうか。出会った瞬間っていうのは覚えてますか、はい、それを教えてほしいんですけど。 V ケット4かな。コミケみたいなのがあって。分かる分かる。 V ケットはね、分かるよ。その僕がたまたま、まあ、フレンドと、まあ、パブリックで入ってたんですよ。一周見終わって次のワールド行こうかなって話をしてた時にルシアがいたって感じ。なるほどね。なんか始めたてというか、まあ、その一応仕事としてモデラーをやってたんで、はい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 、VR チャットっていうゲームが流行ってる、まあ、見とこうみたいな感じで、うん、ちょうど始めた頃らしくて、うん、なんかたまたま日本語喋ってる僕らが気になったみたいで、ちょっと近づいてきたので。海外旅行行った時に日本人見た時のあのなんか親近感ね。
わかる、そんな感じです。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。いい感じになりだしたのはどこだったの？どちらかというと、まあ、あんまり綺麗なことではないですけど、まあ、僕が飢えてたって感じですね。正直だね。じゃあ、ルシアさん、姫だったんですね。そうですね、もう僕は姫に見えましたね。やっぱ不純な理由でいくと長続き次第だっていうのはやっぱあるんで、はいはい、まあいろいろ話していくうちに、まあ、境遇がすごい似てるところもあったんで、たまたまうまくあったって感じなんですかね。なるほどね、はい、っていうのをルシアさんは感じてた。そう、なんか寂しい寂しいとはめっちゃ言ってたんで。お前めめしいな。お前、お前、寄り方めめしすぎだろ。もっとなかったんか、お前。いや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 、VR チャットは寂しがり屋の集まりっすよ。あ、そうなのか。歴4年だと説得力違うな。で、寂しい寂しいって言われてるのが、恋愛がしたいのだろうなっていう受け取り方だった。私自身がめちゃめちゃ鈍感なんですよ。人の気持ちがわからないみたいな感じで、うん、その恋愛感情を混じった、そういう寂しいっていうのを全く感じてなくって、単純に寂しい人なんだなっていうのがあって、はいはいはい、あの僕の一方的なアピールというか。はい、はい、それはどうやってこうなるまでになったの？どうやって切り崩したの？もうでもストレートですよね。周りくどいのが苦手というか、あんまり好きじゃなかったんで、ちょっと待ってくださいね。まあ、ちょっといろいろギスギスした部分というか。うわ、そうなの？詳しくは話さないつもりで。あー、なるほど。要は三角関係ではあったんで、僕がそこをそうですね、うまく勝ち取ったわけだ。勝ち取ったからやめましょう。なるほどね。いろいろ思いがあるんで、やっぱ。はい、いや、でも、いや、でも、よくやったよ。聞かなかったんだよな、お前は。まあ、飢えてたんで。いやー、じゃあ、ルシアさん、モテモテだったわけだね。そうですね、人生、初めてでしたね、あの経験は。どうしたらいいか分かんなかった？いや、もう分かんなかったですね。こんな昼ドラみたいなことあるって自分でも思ってて。もうじゃあ結構ドロドロしたんだ。これはちょっといい話が聞きましたね。普段はどんなことをしてるんですか、お二人。ちょっと4年ってところが俺には結構引っかかって。4年経つと何するんですか？それはもう結婚っすよね。お？結婚です。結婚してんの？あ、我々入籍させていただいてます。わー、そうです。 VR チャットから出会って結婚かー。だって結婚したから何年前？2年？1年？結婚したのが2年だっけ。いや、あれ、おい、ふわっとしてんな。なんでそこふわっとしてんだよ。それじゃあ行きましょう。サイコロ持ってきたんで、ぽい。はい、こちら小さい不満ということで、なんですか、どうですか、いいですね、なんか4年もやってると不満も出てくるんじゃないですか、お互いに。まあ、そうっすね、それはそうだと思います、はい、小さな不満だったり、この際言ってみませんか。ここが嫌だってわけではないんですよ。なんていうんですかね、その、この人の癖なんだなってところで受け入れちゃう部分があるんで。なるほどね。もちろん、なんか周りに迷惑かけるような癖とかだったら、そこは注意して、それを直していかなきゃねって、こう、相談みたいな感じで、まあ、指摘したりって感じで。ずっと治らないんだなって言ったら、僕がカバーするか、まあ、そのまま黙ってるっていうか、相手を変えようとするのってすごいストレスになっちゃうんで。変わらなかったら、あ、もういいやって感じで。まあ、ちょっと冷たいかもしれないです。まあ、一歩引いてというか。なるほどね。まあ、こういう人なんだな。ルシアさんはどうですか？私はめっちゃしょうもないんですけど、たまにちょっと構ってくれない時とかがあるんですね。なんでお前構ってあげないんだよ。今ちょっと、まず聞きましょう。言い訳は後で。今は、もう結構、もう落ち着いてきたんですけど、ちょっと一時期ひどかったというか、もう、結構友達優先すぎて、もう私がプンスコみたいな時が。ちょっと放っとかれちゃったんだ。ね。そうですね。それでも変わってよってすごい言ったんですよ。うん、言い続けてるって感じですね。前よりはマシになって構ってるね。慣れたっていうのは正直ありますね。一緒に長く住んでると。そこが似てんだね。
まあ、そうですね、別に私も一緒に住めないっていうレベルでは一切なくて、はいはい、本当にちっちゃいわがままって感じですね、私の。はい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 、お写真行きましょう。これはなんだよ。まあ、付き合って僕が家に呼んだ時にワンルームのキッチンの話をした時に描いた絵ですね。いやでも楽しそう。あ、次はこれがちょうどもう出会った時ですね。一緒に回ってて、で出会ってそのまま一緒に回った時に撮った写真。その時の写真が残ってんの？じゃあ4年そうですね以上前。右上のが妻で、でこれが自作のアバターなんですね。あ、この時からも自作してたんだ。じゃあこれも服以外全部自作です。あ、そうなんだ、すげえ。いや4年前の写真あるのめっちゃいいな。ちょっと分かってるかクイズいきましょうか。4年の時の中だからね。うわー、お題どうしよっかな。ちょっと自分がルシアさんが好きだと思ってる仕草を答える方式でいこう。自分のかっこいいとか発表会変えるの。え、難しくないですか？いや、4年もしてればわかる。じゃあ壁オープン、どうぞ。激ムズだな。仕草ですよね。仕草。今までのシチュエーションとかじゃなくて。違う、仕草。え、仕草？俺のこういうところはあいつドキッとしてんだろうなっていうところをちょっと答えてもらうから。めっちゃ字きたで。読めます？わかるよ。はい、ということで、はい。あっちは準備 OK です。自分の、ルシアさんをドキッとさしてると思う仕草、はい、発表してください。はい。不意にする愛情表現ですかね。お！というと、もっと具体的に。まあ、例えば、まず寝てる時とかに、僕が抱き枕のようにこう、ギュッてやったり。おー、なるほどですね。それでは壁をオープンしてください、どうぞ。正解でございます。睡眠の時に無意識にハグしてくれるということで。すげえな、これ合うの。これ合うのすげえわ。睡眠の件に関しては可愛いかっこいいというよりめちゃめちゃ安心して私が眠りに入っちゃうみたいな。なるほどね。よかったな、これ危なかったな、ね、ちょっと外したら危なかったな。かなり恥ずいことだったな。そうですね、ちょっと危なかったっす。おめでとうございます。そして最後、事前に用意してもらったワールド、僕を連れててください。ん？何ここ？ V ケットのワールドです。あー、そうなの？かなり広い、ね、出会った場所です。ここが出会った場所です。あー、4年前からすげえんだな、 V ケットって。ちょうど このポジションだったよね。いや、覚えてんな。というわけでありがとうございました。ありがとうございました。はい、たくさん話聞いて嬉しかったです。これで嬉しかったです。さよなら。はい、すいません、失礼します。はい、どうも。自己紹介から。はい、私ベロスと申します。大正ロマンカフェというイベントの主催をさせていただいております。どうぞよろしくお願いします。お願いします。時に妖精、時にドラゴンメイド、時に膝枕のお姉さん、スフィアと申します。そうですよね。もう1ヶ月経ったか。伝説の花処理処理会。そうですね。その説はお世話になりました。というわけでお里さんいらっしゃいということなんで、お里なんですよね。まあ、まずそこからですね。そう、そこからなんですよね。なるほど。感覚的にもう家族なので、あまりこう、お砂糖という。お砂糖といっても、例えばなんかすごい一番の友達っていう意味合いだったり、恋人とか、いろんなものがあると思うんですけど、なんか僕らはお砂糖って言われるのがあんまり好きではなくて、なんかもう家族っていう感覚。ああ、なるほどね。夫婦っていう。そういう意味合いで、そうです、そうです。意味のか。そっちのね。じゃあ、出会いからまあ単純に聞いていきましょうか。はい、まあ、藤山でたまたま、立ってるところをですね、声をかけまして、はい、言ってしまえばナンパみたいなもんなんだけどね、あのちょっと重いから移動しませんかっていう形でこう、はい、考え方が似てて、すごい惹かれて、3時間、4時間ぐらい、2人だけで食べてたんですよ。っていうのを3日間して、
はいはいはい、うん、3日間してね、そこからどういうアクションになったんですか？なんか本人は絶対覚えてないって言うんですけど、まあ、3日目の日に、前のことすぎて、私待ってるんだけどっていうふうに言われて、知らない。告白するしてくれるの待ってたのかな。なるほどね。っていう感じだったんで、うん、そう、あの、付き合ってくださいって言ったら、うん、いいよ。自分から言うタイプじゃないんですよ、私。だからどうしても相手から言わせたくて。はいはい、そういうあれがあったんだ。密度が濃いとしても、付き合うまで3日間 ?4 日間あ、3日ですね。3日です。わぁ。3日目の晩ですね。早っ。そして、今、はい、お悟り期は早いですね。2年と4ヶ月ですね。と4ヶ月。あー、すごいね。フィーリングだね、やっぱ恋愛は。なんか普段はどんなことをしてるんですか？まあ最近で言うなら、そうですね。浅い時間帯はお互いこう、イベントだとか、うん、それぞれのコミュニティで過ごした後に、深夜帯に優しかったあたりで合流して、ファミリーと呼ばれてる仲間たちもどんどん集まってきて、うん、でその流れでゲームワールド巡るかとか、でそのさらに後にホームに戻ってきて2時間くらい動画を見ながら食べたりとかビリヤードしたりとか、いいね、まさに家族みたいな過ごし方を、ね、夜更かししちゃうね、夜更かししちゃいますね、毎日は、ね、何時ぐらい寝てんの？もう5時とか4時じゃないの？だいたいそんくらいですね。ご名答でございます。素晴らしい。2年。でも喧嘩とかします？最初の半年は毎日喧嘩してました。誰よりも負けないね。誰よりも喧嘩してます。めっちゃ喧嘩する。何で喧嘩するの？最近は今度はこう私の方がちょっと人気が出すぎてしまって、キャスト業とかイベントの方に費やす時間が多くなって、彼が寂しがってもうちょっとこう戻ってこいよと。解決はしたの？それは。どうなの、あんまり、ね、あんまり、まだついこの間なんで、そんなに。話す暇もない。もうほぼ寝てるみたいな。まあ、でも幸せなことでもあるね。まあ。幸せですよ。うん。帰る場所があるというのもあるし、そんな遅い時間があるのに私のこと持ってくれるし、そんなこう、疲れ切って横になってる私を、こう、彼はそっと、頭を撫でてくれるんですよね。うん。なんかすげえ恥ずかしいこと言うの、なんかすげえ、なんかキャラじゃないんですよ、今日。ああ、そうなんだ。こんな。それでは、どんどん進めていきましょうか。はい。はい。サイコロでトークを進めていきます。ほら。わっ。工作が見える。工作が見える。あ、まあ、やっと、そんなに、はい。はい。なんかもう怖いんですけど。もうちょっと難しいお題なんですけど。もうこれを聞きたいんですね。そうですね。はい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 。あなたにとってのお砂糖とはっていうことなんですけど、定義の話を聞くんだったら、まあ、ここかなと思いまして。確かに最初の半年ないし1年は、一般的に言うところのお砂糖だったかもしれない。かもしれない。でもそっから先1年を超えた先は、もうパートナーだってあったり、相方であったり、夫婦であったり、家族であったりっていうものに徐々に変わっていったっていう感じですね。それは、きっかけはあったの？いつの間にかかな。いつの間にかだよね。うん。明確な天気的なイベントはなくて、ターニングポイントなくて、うん、気がついたら、組織が変貌してったというか、私たち二人だけの間柄じゃなくなっていったっていう。それは確かに、その家族っていう感覚ってそうなのか。家族として周りが扱ってくれる。そうね。僕らは、一応、ツイッターとかでは明言してなくてですね。あ、してねえの？多分今日初めて知った方もかなり多いと思うんですよ。そうなんですよ。公言してない隠れカップルなんです、実は。あ、そうなんだ。その話を聞くと、今回ここに出てくれた理由っていうのは何かあるの？応募してくれた理由っていうのは。率直な。うん、面白そうだったから。面白そうだったから。マジでそれだけです。それが。うん、それだけです。あ、勝っちゃいました。勝っちゃいました。いいって言ったら、いいよって二つ返事できたんで、じゃあ行くか、はいはい、つって言って。はいはい。僕はいつ、スフィアの、もう、この配信を見てる人に刺されるか、ちょっとビクビクしながら、ね。ファンの人に。お写真見させてもらっていいですか？じゃあ先に。ああ、はい。来た。うわ懐かしい。いい反応するな。初期じゃない、これ。
初期の初期なの、まだ1ヶ月以内です、これ。うわぁ初めてツーショットを撮った時の写真ですね、これ。なんか幼くね、そして。どっちも幼い。格好も相まって幼いかもしれない。なんか幼いなぁ、ね。なんか、すげえな。なんだろう、成長したね。成長しました。成長しましたね。めっちゃいい写真だ、これ。ありがとうございます。ありがとうございます。もうしっかり。てか写真撮るのうめえな。ありがとうございます。いい写真を見せてもらったところで、お互いに分かってるかクイズいきますか。うわ、じゃあもうドシンプルでいい。はい。好きな食べ物聞いていい。はい。好きな食べ物、これね、一周回ってむずいと思うんだよね。多分ね、最難関ぐらいに難しい。スフィアさんの好きなものを当てる。これは物議。これはアキネーターしていいんですか。じゃあアキネーター、質問3つ。3つ、それは甘いですか。甘くないです。甘くない。あー、しょっぱい系。海産物。あ、海産物です。海産物、乾燥させますか。あ、させますね。させることもありますね。はい、終了です。あれって乾燥はいい質問。確かね、これ確かこれ、これ当たったらすごいよ。オープン。はい、違かった。ナマコの方か。違うねー。ナマコの方行ったか。ナマコか。この話はしたことあるの。カラスミにはあった。どっちか二択だったんだよ、ね、惜しかったんだ。これは、スフィアさんもスフィアさんで、なんか優しさがねえな、これ。優しさが。ね、これは、どっちか一番なの、これは。一番。一番。あー、じゃあもうしょうがねえわ。じゃあしょうがないわ。いや、こちらでーす。ほぉ、ホームだ。いらっしゃいませ。もうどっちも住んでるってことだろ。あ、もう2人で、そうですね。こういうアートもあるんだ。ファンアート系もあるんだ。そうですね。描いていただいたやつで。そうです、そうです。広くていい絵だね。ちょっといいですか？ダンススタジオに。あ、どうぞどうぞ。ダンススタジオ何？私が半年前に緊急入院して、うん、その時のリハビリをファミリーのみんなで手伝ってくれて、で、私のリハビリをするために深夜帯にも関わらず集まってくれて、一緒に体操とか、うん、ビリーズブートキャンプとかしてくれて、私みんなで協力してくれた時に作られたワールドです。たまんねえな、なんだそのストーリーは。退院してきた私の体力作りのために彼が作ってくれました。はい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 。一晩、一晩ね。ベッドルームはお邪魔していいんですか？あ、どうぞどうぞどうぞ。わ、こっちはこじんまりとした。囲まれてるのいいですよね。寝落ちした人を封印するために作られたワールドですね、ここ。ずーっと雑談できちゃうね、これは。ほんとすげえな。こういうので。何？こういう風に、アルバムがあったりして。アルバム。あー、こんな感じで。これはファミリーのみんな？あ、そうですそうです。ファミリーのみんなです。いいものを見せてもらっちゃったなぁ。ありがとうございます。最後にふさわしいお二方でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。お幸せに。もしよければ、ぜひまた写真も お願いします。撮らせていただければ。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さよならー。